を刺さないのか。父上と母上の敵を討ちたいのに、そのためには父上と母上を手にかけないといけないなんて、私にはできません。楽にしてやればよいものを。親不孝な娘を持ってこいつらも気の毒なことだ。まあそれでも少しは楽しめ。褒美として私の手で殺してやる。キル&リサイクル。死んでからゆっくりと家族団らんを楽しむがいい。へえ、やっとこそやる気になりやがったか。超絶待ちくたびれたぜ。キレや、お前たちは手出すなよ。俺様の魔界と子分たちを滅ぼしてくれた礼だ。怠慢でケリをつけてやる。お前のようなゴミクズがこの魔将軍マジョリタ様と怠慢だと。侮られたものだ。なんて魔力ですの。解放しただけでこれほどの衝撃波を放つなんて信じがたい魔力ですわ。キリアさん、まずいですよ。緊急離脱を提案します。逃げましょう。ってご飯食べてる場合ですか。逃げようとしても無駄だ。ここは戦いの中に活路を見出すしかない。皆さんサリアのせいでこんなことになって。うがー、ちくしょー、なんで俺様はこんな時に力が出しきれねえんだよ。安心するが、ちゃんとキル&リサイクルしてやるぞ。だからまずは死ねえ。何の用だブラッディス。私の邪魔をするつもりか。ボイドダーク様からの勅命だ。何、ボイドダーク様の。速やかに幕滅魔界を滅ぼせとの仰せだ。理由は。ボイドダーク様の勅命に従うの。理由が必要か。幕滅魔界だ。分かった。一両日中に滅ぼしてみせよう。待ちやがれてめえ。父上、母上。さて、お前たちの処遇はどうしたものか。ロストのナンバー2、ボイドダークの右腕とも噂される魔将軍ブラッディスですか。なんてやつかんだ。次から次へと化け物みたいな連中が出てきてくれて、超絶ワクワクしてきたぜ。声が震えていますわよ。私は人のことは言えませんけど。魔将軍ブラッディス、こいつを倒すことができれば、さあ早く俺を解放しろ。本当は分かっているんだ。俺ならボイドダークをも瞬殺できる。銃か、それとも死か。さあどうしたものか。マテーボイドダークへの強い反感は占領された魔界の数に比例して高まっていったと後世の歴史家たちは分析している。しかし大規模な暴動に発展しなかった魔帝の脇を固める屈強なる魔将軍、その規制を削いでいたからも他ならない。一騎当選の魔将軍が破滅に追いやった魔界は2000とも3000とも言われている。